僕は札幌に拾ってもらったと思ってます。ディナモザグレブからオファーをいただいて、チャレンジしたいっていう思いが強くいくことを決断しました。いつか金子拓郎は札幌が育てたと皆さんが胸を張って言えるような選手になります。本当に長い間ありがとうございました。頑張ってきます。